宮本武史君。日本共産党の宮本武史です。まず法案について聞きます。我が党は日本語教育の充実にもちろん賛成です。昨年の参議院選挙での選挙政策でも夜間中学などを含め外国人労働者家族の日本語教育の充実を図りますと公約をいたしました。しかしこの問題はただただ一般的な日本語教育の問題ではなく、名古屋入管収容中にその尊い命を奪われたウィシュマ・サンダマリさん事件に示されたように、現行の入管法制の非人道的、反人権的な問題点との関係で、厳正にその評価を行わなければならないと考えます。なぜならば、故・ウィシュマ・サンダマリさんも、今から5年前の2017年6月に、まさに留学生として、スリランカから来日されたからであります。妹さんたちによると、ウィシュマさんは亡くなったお父さんに代わって一家を支えられるようになりたいと考えていたというわけでありまして、お母さんは家を担保に借金をして留学費を工面した。通っていた日本語学校に入学時に提出した書類には、スリランカで語学学校を開きたいという彼女の夢が記されておりました。しかしウィシュマさんは同居するスリランカ人の男性からの DV によって次第に日本語学校を欠席しがちになり、ついには除籍処分となりました。2020年8月、同居人からの暴力に耐えかねて交番に駆け込んだら、そこで在留資格を失っていることが発覚し、名古屋出入国在留管理局に収容されました。名古屋入管の非人道的反人権的な扱いによって、その後ウィシュマさんがたどった痛ましい経緯はご承知のとおりであります。まず聞きますけれども、本法案が規定する日本語教育機関の大半を占める日本語学校の中には、多くの留学生を受け入れ、その留学生を人手不足解消のための安い労働力として利用するなど、外国人ビジネスとなっている悪質な実態があります。留学生の多くは土日前に学費を前払いし、渡航費やあっせん業者、ブローカーへの手数料など、留学開始時に100万円以上の借金があり、学費や生活費、借金返済、母国への仕送りのための収入を得るために、アルバイトに追われ、留学とは程遠い状況に置かれております。そもそも文部科学大臣は、外国人留学生をめぐるそのような実態ですね、生々しい実態を認識しておられますか、大臣。永岡文部科学大臣。はい、お答え申し上げます。日本語教育機関での留学生の受け入れは、留学生各自が、それぞれ目的とする進学ですとか、就職等に向けて必要な日本語能力を習得させることを目的として行われる必要があると考えております。しかしながら、現行の日本語教育機関の中には、制限を超えて、不法に留学生を就労させるなど、課題のある事例もあるものと、承知をしております。事案によってはですね、教育上の観点からも学習に大いに支障をきたし、認めがたいものというものが生じかねないものと考えているところです。以上。宮本武史君。日本語学校はその多くは法務省出入国管理庁が出入国管理および難民認定法に基づく国事により定めた、いわゆる法務省国事機関であり、国事校は在留資格留学による外国人受け入れが認められております。在留資格留学により資格外活動として認められる就労は週28時間以内となっております。聞きますけれども、法務省告示を受けている日本語学校は2023年5月8日時点で何機関あり、設置形態で株式会社と有限会社を加えて、そのうち何パーセントになるか、出入国管理庁、お答えいただけますか。出入国管理庁、君塚在留管理支援部長。今、ご指摘ございました、法務省が告示をもって定める日本語教育機関の数は、現在、832機関ございまして、そのうち525の機関、割合にして約 63% が株式会社、または有限会社により運営されてございます。宮本武史君。約3分の2が
まあ、営利を目的とする株式会社と有限会社が経営しているわけですね。2019年11月6日、北海道旭川市の旭川日本語学校の経営者ら5人が、ベトナム人留学生2人を違法就労させたとして、入管難民法違反、不法就労助長容疑で逮捕されました。経営者は自らが社長を務める産業廃棄物処理場などで、留学生たちを週28時間以内の法定上限を超えて働かせていたということです。この旭川日本語学校は、2017年にできた新設校なんですね。2017年に大問題になった栃木県の日本語学校、東日本国際アカデミー事件では、ベトナム人留学生4人を不法就労させたとして、入管難民法違反、不法就労助長の罪に問われた同校理事長と、法人として起訴された人材派遣会社、東盲テクノサービスに対して、前橋地裁太田支部は有罪判決を下しております。この事件の概要を承知しているか、一つ紹介していただけますか。君塚出入国在留管理庁部長。お答え申し上げます。今の学校につきましては、報道等々によってもちろん私ども承知をしておりございまして、ベトナム人留学生を数名不法就労させたということでございまして、この入管難民法違反不法就労助長ということでございまして、この学校の理事長あるいは人材派遣会社の経営者などにつきまして、有罪判決が出されたということは私ども把握しているところでございます。宮本岳志君。理事長はですね、自身の経営する人材派遣会社を介して留学生を、就労先に送り、基準を大幅に上回る就労時間で稼いだ収入から授業料のほか不当に高額な寮費などを徴収していたことが分かっております。同容疑者は当初から借金返済のために就労させており、関係者によると学校職員には派遣の収入がなければお前らの給料も払えない、一人でも多く働かさなければなどと公言をしていたと。判決はですね、これに対して狡猾で悪質な犯行と断じております。問題はこういう高い学費や寮費、渡航費、斡旋手数料などによる借金返済のために上限を超えて働かざるを得ない留学生がですね、事件が明るみに出たらその留学生自身が不法就労ということで責任を負わされるというこの現状なんですね。留学生を搾取する悪質な日本語学校を排除規制すること、同時に事実上そのような現状を認識していながら放置してきた行政の責任など構造的な問題には全くメスが入らずに今日まで来たんですよ。これを留学生のみの責任に負わせてきたことは大きな誤りだったと私は思いますが、出入国管理庁そう思いませんか。君塚出入国在留管理庁部長。まず留学生のこの資格外活動を許可につきましては、今ご指摘もありましたけれども、本来であればこの留学生本来のこの学業というものを阻害しない範囲で就労活動を認めているところでございますけれども、この許可条件の違反が疑われるものが少なからず存在しているわけでございます。従いまして私ども出入国在留管庁におきましては、この留学生が真に学習する目的を有しているか見極めるために、この入国在留審査におきまして、勉学の意思能力、それからこの経費支弁能力などにつきまして慎重な審査を行うとともに、この在籍管理の問題がございます日本語教育機関に対しましては、この実地調査、厳格な指導等を行っているところでございます。こうした調査等を通じまして、日本語教育機関として不適切な行為が確認されるなど、留学生の受け入れを行わせることが適当ではないと
を判断された日本語教育機関につきましては、私どもこの日本語教育機関の告示基準というのがございますけれども、この基準の中で、生徒に対し人権侵害行為を行い、または法令違反行為をそそのかし、もしくは助けているという場合などにつきましては、この日本語教育機関を定める告示からの抹消を含めまして、厳正な措置を取っているところでございます。宮本岳志君。大臣ね、大臣ね、冒頭申し上げたようにですね、この問題はね、ただただ日本語教育機関のその日本語教育をですね、今後文科省が引き受けて、大いにこの、進めていこうと、質の保障していこうという、それだけの話じゃないんですよ。今現状は、そう言いながら、留学生と言いながら、実は働かせるために送り込まれてたり、まあ、ご本人ももちろん働くために来ておられる方も中にいらっしゃる、そういうものが今、大変劣悪なとか、ひどい状況になって、事件になるわけですけどね、それを本当に正さなければ、本当にひどい状況がある、それを今回どうするかっていうことが問われるテーマだっていうことなんですね。大臣、冒頭も聞きましたけど、そういう自覚お持ちですね。永岡文部科学大臣。はい、宮本議員おっしゃる通りでございまして、実は私、茨城県の選挙区におります、そんな中でですね、地域におけます日本語教育機関というものは、公のものはございませんで、やはり私立のもの、つまり学校法人であるとか、また株式会社率というものがございます。中には私の地域だけではなくて、ちょっと他の選挙区の方の話を伺いますと、やはり相当学校が働かせ放題しているという話も伺いまして、そのことに関して大変憂慮をしていたという事実がございますので、委員のおっしゃることは理解をしているというところでございます。以上。宮本岳志君。ですからね、法案の元になった日本語教育の質の維持向上の仕組みに関する有識者会議の報告書の日本語教育に関する課題というところでもですね、留学生対象の日本語教育機関等の一部に見られる課題というふうに挙げましてね、特に入管法に基づく在留管理上の観点から留学生を受け入れる機関を告示する制度においてはどのような問題点が指摘されているか、これは文部科学省にお答えいただけますか、文化庁ですか。はい、杉浦文化庁次長。お答え申し上げます。現行の法務省告示校制度についての問題ということでございますけれども、今、先ほどここでご議論ありました在留資格上の観点、課題のほかに、教育上の課題の話も令和4年度の文化庁有識者会議において出ておりまして、教育的な観点からの質の確認、担保が十分でなく、教育環境が十分に整っていない感が見られるとの指摘がなされております。具体的には新設後、設置者の変更などの際に、法務省より情報共有を受ける中で、例えば校長が学校の目標や教育課程の内容を十分理解していない、把握していない、教員の数や必要な経験が不足している、あるいは受け入れを予定している留学生の日本語レベルに教育課程内容が適合していないなどなど、教育上の観点から不適切な事例が見られているところでございます。これは現在、定期報告等の仕組みがないため、ないこともありまして、時間が経過するうちに水準が低下している事例であろうかと考えられます。こうしたことからの本法案におきましては、在留管理上の観点から法務大臣の協力を得つつ、文部科学大臣が認定日本語教育機関から定期報告を受ける旨の規定を定めているところでございまして、こうしたものを通じまして、課題のある機関になった場合には、指導し改善を図るということで、教育の質が確保されるよう取り組んでまいります。宮本岳志君。まさにね、あなた方がやった有識者会議でも、教育的な観点からの質の確保、担保が十分でなく、教育環境が十分に整っていない機関が見られると、現状を認めているわけですね。大臣からも先ほど、憂慮という言葉も、口にされました。日本語教育機関を法制上位置づけて認定する場合に、現状の留学生を
こういった形で搾取するような悪質な日本語学校を排除し、規制するなど、構造的な問題の解決が求められると思うんですね。そこで文部科学省に事実問題聞くんですけど、本法案は日本語教育機関の設置形態について何らかの制限を設けるつもりですか。杉浦文化庁次長。お答え申し上げます。本法案においては認定日本語教育機関の設置者に対し、必要な経済的基礎を有すること、必要な知識または経験を有すること、社会的信望を有することの要件を規定しております。また認定日本語教育機関の認定にあたりましては、日本語教育課程を担当する教員及び職員の体制、施設及び設備、日本語教育課程の編成及び実施の方法、学習上及び生活上の支援のための体制などの事項について文部科学省令において認定基準を定めることとしております。これらの基準を満たすものであれば、設置者は株式会社であっても学校法人であっても、もう認定の対象となるということでございますけれども、いずれにせよその後の定期報告などによりまして課題が判明した場合には、設置主体を問わずしっかり指導し改善を図る仕組みとなってございます。宮本武史君。設置形態問わないんですね。それでいろいろおっしゃいましたけどね、じゃあ現行ではそういうことやってなかったのかっていうことなんですよ。現行の法務省国事校制度においても、学校の開設時や教育課程、教員資格、生徒指導等の教育上の観点から、まあ、文科省もちゃんと確認するなど、法務省と文科省は連携してやってきました。これ前だって別に文科省の知らんところで法務省が勝手にやってたわけじゃないんですよ。そうですよね。今度は文科省がどう取って法務省と協議するっていうんですけれども、今までこれだけひどい状況がある中でですね、今度設置形態問わずにですよ、チェックするって言ったって、ここにねどんな担保があるのかということを言わざるを得ないというふうに思います。本案においても結局法務省と文科省が連携していくという点は変わらないわけですね。つまり株式会社や有限会社の設置校をはじめ、現状の法務省国事校がほぼそのまま認定を受けることに、まあ、よっぽどひどいものが出てくれば、今だってひどいものはさっき言ったように事件になってんですから、ね、今だって見過ごしてないんですから、そういうものはさ淘汰されるでしょうけれども、しかしほぼ全部が認定を受けることになるんですよ。これでは現状の日本語学校が抱える構造的な課題はそのままに現状を追認するのみならず、法律に基づく認定を与えることで、まあ、違法無法な留学生搾取を助長しかねないと、私たちはこれを一番危惧するわけですね。で、日本語学校を法制上位置づけ、留学生を搾取するような悪質な日本学校を排除し規制するなど、構造的な問題の解決を図ろうというのであれば、まずは世界でも異常に低い難民認定率や全権収容主義など非人道的な難民入管行政を改めないどころか、外国人の人権侵害を一層深刻化する出入国管理法の改悪案を撤回をして、留学生の人権と個人の尊厳を守ることを第一に保障する入管行政に切り替えること、そして憲法や子どもの権利条約や国際人権規約等の立場に断ち切ることが重要だと思います。そうしようと思えばね、大臣、やっぱりね、少なくとも学校教育法上に位置づいた学校として運営されることを目指すのは文部科学大臣としては当然のことではないですか。大臣、私たちもちろんそのことになると一切反対しません。学校を作ってやっていこうということはね、でもそれが当たり前の姿じゃないですか。永岡文部科学大臣。やはり現状の日本語教育機関というのは、まあ、各機関の設立の経緯によりまして、やはり多様な設置主体によりまして、これは作られております。当然学校法人率もあれば、学校法人率もあれば、まあ、株式会社率もあるということでございます。学校法人制度につきましては、各法人の見学の精神に基づきまして、私立学校の自主性ですとか、まあ、公共性を担保する制度でございます。で、その一方で、まあ、例えば、まあ、株式会社率の日本語学校というのは、まあ、多様な教育ニーズに柔軟に対応できるとの指摘もございます。まあ、こうした設置主体別の
まあ、特性から あることから、まあ、そう全ての機関をですね、学校法人にするのではなくて、やはり多様な実態を踏まえたものとしているわけでございます。まあ、しかしながらいずれにいたしましても、本法案では、設置主体を問わずですね、認定日本語教育機関に求められる義務は、まあ、同等に課して、おりまして、問題があれば法に基づきまして、しっかりと指導していきたい、そう考えております。宮本武史君。おっしゃる通りでね、経緯があって、だから対応になっているということですよね。で、本来学校を作るんなら、学校教育法上の学校を作るというのが当たり前なのに、そうでないのはですね、そうでないのはさまざまな経緯があると、そのさまざまな経緯という中にですよ、今申し上げたような悪質な事例が出てくるようなことがあって、で、まあ、そこから自動的に結論が導かれるわけではないですけれども。そうやって留学生としてやってこられた牛島さんが、さまざまな事情から命を落とすというところまで悲劇が起こったということがあるわけですから、私たちはここを本当に塞ぐということをやらないとね、ただただですよ、多様だからいいんだという話にならないということを申し上げたいわけですね。さあ、それで日本語教育を担う日本語教師についても教師の方々のことについても聞きたいと思います。日本語教室は、まあ、教える人の多くがボランティアによって、担われていると。支援者の高齢化や次世代の担い手不足により、まあ、継続的な開催維持が困難といった課題も指摘をされております。まず、まあ、事実を聞きましょう。文化庁ですね、日本語教育を担う日本語教室について、日本語教室は2021年度で何人おられるか、そして勤務形態別に常勤、非常勤、ボランティア、それぞれどういう比率になっておりますか。杉浦文化庁次長。お答え申し上げます。文化庁調査によりますと、令和3年11月1日現在で日本語教員の数は39,241人でございます。雇用形態別の割合は常勤が 16%、 非常勤が 36%、 ボランティアが 48% でございます。年齢別の割合は多い順に申し上げますと、60代が 22.8%、 50代が 19.7%、 40代が 16.0%、 70代が 12.0% となってございます。宮本武史君。特に年齢は聞いてないんですけど、今おっしゃった通り4万人おられてですね、そしてその内訳は常勤が 15.7% となっておりましてね、非常勤が4割弱、ボランティアが半分弱と、これが、まあ、現状なんですね。で、こうなってくるとですね、ボランティアですから収入はもう本当に限られているわけですよ。そうなりますと当然高齢者やいわゆる専業主婦という方々が多くを占めることになると、まあ、その結果ですね、先ほどもおっしゃったようなことになるんですが、ちょっとその改めて50代以上の方が何割を占めるか、それから20代の方、30代の方がそれぞれ何パーセントか答えていただけますか。50代以上総計で何割か、そして20代30代それぞれ。あれ、いいですか、計算は。計算、杉浦文化庁次長。失礼いたしました。50代以上でございますけれども、ですね、54.5% でございます。申し訳ございません。約5割を占めているということでございます。はい、申し訳ございません。はい、宮本武史君。ちょっと慌てておりました。はい、はい、申し訳ございません。20代が 5.5%、 30代が 8.7% でございます。はい、宮本武史君。まあ、今答弁あった通りですね、そして、文化庁の調査によると、法務省国事校の常勤日本語教師でも年収は400万円未満が大部分を占めて、非常勤の場合は年収150万円未満が多くを占めていると。要するに日本語教師で食べていけないんですよ。食べていけないので、20代30代の若い世代ではやりたくてもやれないんです。
この間、私は何人ものですね、日本語教育に携わる専門家の方々からお話聞いてきましたけど、それは登録日本語 教員というものを作ること自身にね、嫌だとか反対だという人はいませんでしたけど、しかしですね、一番の問題はここなんだと、ね、話を伺った専門家の方々は、ここが最大のネックになってんだと、こういうことなんですね。で、大臣ね、登録日本語教員と名前を付けてもらっただけではご飯は食べられないんです。専門性を重視し国家資格化するのであれば、日本語教育の専門職にふさわしく小中高の教員免許と同様に大学での養成を原則とする方向に転換するとともに、せめて小中高の教員並みの処遇を保障すべきだと私は思いますが、そう思われませんか。永岡文部科学大臣。本法案におきましては、登録日本語教員の新たな国家資格を設けております。で、これによりまして、日本語教師の必要性ですとか、専門性の、これ、社会的認知のこれ向上が期待をできまして、処遇の改善にもつながると考えているところでございます。そのほか、登録日本語教員が活躍できますように、日本語指導に必要な専門性を高めるための研修ですとか、教員自身のキャリアが証明できるようなサイトの構築などに取り組んでまいります。文部科学省といたしましては、やはりこうした取り組みを通じまして、専門性が高い登録日本語教員が社会において適切な評価が受けられますような、そういう環境整備に努めてまいる所存でございます。宮本武史君。専門性が高いということは処遇も安定してなきゃダメなんですよね。専門性だけ高くしてですね、処遇については預かり知らないというのではですね、いや、やりがいあるんですよ。やりがいある仕事なので、現状はまさにやりがい搾取みたいな、やりがいあるから低賃金でもなんかこうやってるみたいな、そういうことにね、あぐらをかいてたのではダメだということは申し上げておきたいというふうに思います。先ほど質問の冒頭で、我が党が昨年の参議院選挙で夜間中学などを含め外国人労働者家族の日本語教育の充実を図りますと公約したことを紹介いたしました。残された時間ですけれども、夜間中学についてお聞きしたいと思います。言うまでもなく、夜間中学については義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律、いわゆる、教育機会確保法によって法的に位置づけられております。夜間中学に光が当たることになった、きっかけは2013年11月27日の党委員会の質疑と、それに先立って行われた党委員会、衆議院文部科学委員会による足立区第4中学校の夜間学級の視察でありました。この時の質疑で私の問いに答えて、当時の下村博文文部科学大臣が初めて文部科学省として改めて総務省に国勢調査項目に義務教育未修了者の把握についても入れてほしいということについては要望していきたいと答弁をされました。さらには全都道府県に1箇所の夜間中学を検討したいという画期的な答弁が出て、これをきっかけにね、大きく動き始めた。2013年の議論でも取り上げましたけれども、この夜間中学の法的根拠というのはこの時議論されております。私は国際人権 A 規約、社会権規約13条2項の D を引いて議論をいたしました。当時の加藤重治文部科学省国際統括官は、社会権規約13条2項 D には、基礎教育は初等教育を受けなかった者、またはその全課程を修了しなかった者のため、できる限り奨励され、または強化されると規定されていることを答弁した上で、我が国はこの国際人権 A 規約を昭和54年に批准してございますので、日本政府はこの13条2項 D に拘束されているものでございます。こう明確に答弁をされました。で、こういうやり取りを受けて、2016年、議員立法で教育機会確保法が制定されたわけですね。これも事実です。事実確認ですから、初等中等教育局長に聞きますが、その第1条目的には何と書かれてありますか。藤原初等中等教育局長。お答えいたします。
ご指摘の教育機会確保法第1条、ここに目的が定めてあるわけでございますけれども、この法律は教育基本法および児童の権利に関する条約等の教育に関する条約の趣旨にのっとり、教育機会の確保等に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国および地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本指針の策定、その他の必要な事項を定めることにより、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進することを目的とすると規定されていると承知をしております。以上。宮本武君。教育機会の確保に関する施策は当然、教育基本法及び児童の権利に関する条約等の教育に関する条約の趣旨にのっとりと、これ第1条に書かれているわけですね。で、そうなりますと教育機会の確保に関する施策というものは当然国際人権益約第13条も踏まえて実施していると、こう考えますが、そういう認識でよろしいですか。藤原初等中等教育局長。お答えいたします。我が国も国際人権益約を批准をしており、当該条約の趣旨も踏まえ、夜間中学において我が国または本国において義務教育を修了していない外国籍の方などに対する日本語指導も含め、教育機会の確保に関する施策を実施をしているところでございます。委員長。宮本武史君。まさにね、この教育機会確保法の、国際条約の中には、こういう形で国際人権益約第13条も踏まえているというご答弁だったと思います。そこで私に対する答弁を受けて、確かに文部科学省は総務省に対して国勢調査項目に義務教育未修了者の把握についても入れてほしいという要望を行い、それが受け入れられて、2020年の国勢調査で初めて未就学者と区別して、最終卒業学校が小学校という方の数をつかんだわけですね。その結果、未就学者、最終卒業学校が小学校のもの、それぞれ何人になっているか、これも所中局から答えていただけますか。藤原初等中等教育局長。お答えいたします。総務省が昨年5月に公表した令和2年の国勢調査では、令和2年10月1日時点で15歳以上の方の中でいずれの学校にも在学しておらず、小学校にも中学校にも在学したことのないもの、または小学校を中退したもの、これが94,455人でございます。また小学校のみ卒業したもの、または中学校を中退したもの、こちらが804,293人となっているところでございます。宮本武史君。94,455人と804,293人ですから、合わせて90万人ですけれども、そのうち最終卒業学校が小学校の方が80万人と、圧倒的に中学校未卒者が多いわけですね。ですから、これにより夜間中学の設置ニーズが統計上も明らかになったということだと思うんです。で、それも受けて2021年の1月の衆議院予算委員会で、当時の菅首相が今後5年間で全ての都道府県指定都市に夜間中学校が少なくとも1つ設置される、これを目指して取り組みたいと答弁をいたしました。今はそれから2年経ってますけれども、どこまで進んだのか、到達点をご答弁いただけますか。藤原初等中等教育局長。お答えいたします。現在47都道府県20政令指定都市のうち、すでに夜間中学がある地域、これが11都道府県12指定都市でございます。また令和6年度設置予定を含めますと、17都道府県13政令指定都市、また令和7年度設置予定までを含めると21都道府県15指定都市となる予定でございます。宮本武史君。すべて加えてもですね、都道府県では47都道府県中21都道府県で都道県ですよね。政令指定都市では20政令市中15都市、政令市は75% ということでありますけれども、都道府県ではまだまだ半分に届かないという状況であります。私は今日の質問の準備にあたって、
大阪市立天満中学校の夜間学級にお伺いをして、お話を聞くとともに授業風景も見せていただいてまいりました。やっぱり外国人の生徒が増えてですね、日本語指導のみのクラスを到達度別に3クラス作るなど、まあ、日本語指導に随分現場はやっぱ苦労されておりました。もちろん ICT 化がされてますから、私が以前見に行ったあの夜間中学では先生が頭を指してという字書いてとかってやってましたけど、今はあのディスプレイというかテレビみたいな画面にいろんな動画も含めて動画や図形を出してやってましたけどね、まあ、あのご苦労いただいていることはよく分かりました。でそしてそこにはあの日本語指導の研修を受けた有資格者の教員の方が配置されていると、このクラスはそういうちゃんと日本語指導の研修を受けてますと、こういうふうにご説明をいただきました。夜間中学が海外から来られた方とその市場の教育の役割をも担うとすれば、やっぱり一般の中学校以上に日本語指導にあたる教員配置や加配が必要だと思います。文科省当然そういう措置は行われているんですか。藤江総合教育政策局長。お答え申し上げます。夜間中学に在籍する生徒のうち約7割は外国人生徒となっておりまして、また令和4年度までに設置されていた夜間中学40校のうち39校には日本語指導が必要な生徒が在籍していることなどから、あの夜間中学における日本語指導の充実が求められているところでございます。文部科学省といたしましては、まあ、夜間中学を含めまして日本語指導充実のため日本語指導が必要な生徒に対して取り出し指導を行う特別の教育課程の制度化、日本語指導に必要な教職員定数の着実な改善、日本語指導担当教員等に対する研修の実施ですとか、日本語指導補助者などの外部人材の配置など、外国人生徒等に対するきめ細かい日本語指導に取り組む自治体に対する支援などを行ってきたところでございます。引き続き日本語指導が必要な外国人生徒等の教育に的ニーズに応じたきめ細かな支援に取り組んでまいりたいというふうに考えております。委員長、宮本武史君。あの今大いにね、夜間中学がそういうやっぱ役割を果たす必要があると思います。それでまあ最後にね、大臣にお伺いするわけでありますけれども、当然まあかつてね、菅首相が明言したこの目標、5年間にすべての都道府県指定都市に夜間中学校が少なくとも一つ設置されることを目指して全力で頑張ると、この目標については当然大臣もですね、これを掲げて全力で頑張っていただけますか。そのご決意をお伺いしたいと思います。永岡文部科学大臣。夜間中学っていうのは、まあ、あの先生もご指摘いただいておりますけれども、まあ、義務教育を修了できなかった方、またあの不登校など、まあ、さまざまな事情により、まあ、十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した方、またあの我が国または本国において義務教育を修了していない外国籍の方など、教育を受ける機会を保障する役割というものを果たしているものと考えております。あの私もやはりあの昨年9月なんですけれども大臣になりまして、まあ上層私立の三街道中学校の夜間学級行ってまいりました。在籍されていた生徒さんというのは、まあ総勢36名ということでございますが、そのうち26名の方が外国籍の方でございました。あの生徒さんの皆さん、まあ本当に学ぶ力が強い、もう本当に意欲があるんですね。でその高さと、それからあとその対応してくださる先生方の熱意というものが、まあ、本当にあの、まあ、視察をしておりましても非常に心打たれるということを感じました。やはりあの夜間中学が義務教育を、まあ、実質的に、まあ、保障する、まあ、重要な役割を果たしているということを、まあ、改めて感じたわけでございます。文部科学省といたしましても引き続きまして、全都道府県そして、指定都市に少なくとも1校ですね、設置されますように、まあ、設置に向けた自治体の取り組み、これをまあしっかりと促してまいりたい、そう考えております。宮本武史君。教育機会確保法不足の3には、この法律の施行後3年以内にこの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づき教育機会の確保等のあり方の見直しを含め、
必要な措置を講ずるものとすると定められております。2026年までに全都道府県と全政令市に夜間中学校を設置することはもちろん、子どもの権利条約や国際人権規約の精神に立って、文字通りすべての人に基礎教育を保障する立場に立って普段の見直しを行うことを強く求めて、私の質問を終わります。宮本岳志君。私は日本共産党を代表して、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案に反対の討論を行います。本法案は日本語学校を適正化するといいますが、現行の日本語学校を法務省告示から文科省認定へと、その認定する官庁を移し替えても問題の根本解決にはならないからです。現行の日本語学校の最大の問題は、その大半が受け入れた多くの留学生を安い労働力として利用することと一体に運営されていることです。留学生の多くは留学開始前から渡航費や斡旋手数料など100万円以上の借金返済を抱え、学費や生活費、祖国への母国への仕送りのためにアルバイトに追われるなど、留学とは程遠い実態にあります。しかも法務省告示832機関のうち、営利目的の株式会社などが6割以上を占め、中には学校の理事長自身が人材派遣会社を経営し、留学生からパスポートを没収し、週28時間以上働かせ、不当に高い家賃を徴収するなど、外国人ビジネス、留学生搾取といえる悪質な事例まであります。こうした実態にメスを入れ、悪質な日本語学校を排除、規制するなど、留学生を搾取する構造そのものを変えることが求められています。ところが本法案は、法務省告示から文部科学大臣による認定へと、学校を認定する主体を変更するだけで、留学生搾取の仕組みや構造は何ら変わっていません。法案は現行の法務省告示校をそのまま日本語教育機関と認定することを想定していますが、これでは現状の日本語学校を追認するにとどまらず、法律に基づく文科大臣の認定を与えることにことで、違法無法な留学生搾取を助長しかねず容認できません。留学生は留学生として受け入れるべきです。留学という名目で労働させるために外国人を受け入れ、留学生を搾取する行動を改めること、留学生募集、留学生の就労など、留学生受け入れ政策を抜本的に見直すことを求めます。また、日本語教育を担う日本語教師の問題についても一言申し上げたい。日本語教師の年収は常勤でもその多くが400万円未満、非常勤では150万円未満にとどまり、正業として成り立たない現状があります。本法案の登録日本語教員の国家資格化だけでは、やりがい搾取ともいえる処遇の改善にはなりません。文化や生活面も含め、日本語教育の専門職として地位向上を図るべきだと申し上げ、討論といたします。